白銀に輝く険しい山並み、四方を海に囲まれた日本列島には山々が連なり、実は国土の8割以上が起伏豊かな山岳地帯。そして山里、日本人はもともと山懐に抱かれ、厳しい自然の中で知恵にあふれた暮らしをしてきました。日本の忘れてしまったふるさとを訪ねて、アルプス一周出会い旅。出発点は東京新宿。早朝からひしめく旅人たち。新宿は今や高速道路を利用したバスの旅のメッカ。遅くなりました。おはようございます。どうしたかと思っちゃった。ごめんごめん。どちらまでいらっしゃるんですか。上高地。上高地、そうですか。去年は穂高もずっと来ましたし、今日はね、上高地と白浜温泉2泊3日。友達、女性4人で。女性4人で、はい、人気ナンバーワンは上高地。でもそんな観光地をちょいと外れると思わぬ出会いが待っているかもしれません。信州アルプスの登山口は松本。こちらは随分古いお家ですね。あら、ね、登山口手作りだ。すごい。こんにちは。いらっしゃい。TBSテレビなんでございますが。おいおや。あ、こう。いらっしゃいませ。もう何年ぐらいおやりになってらっしゃるんですか。そうね、私の代になってから15年かな。15年。55年。今年76歳。若い。さすが松本、ハンドメイドの革の登山靴。でもこの店、登山靴だけを作っているのではありません。1時2時3時の越冬隊の靴ですがね、うん、グラスウールだもんね。そういう防寒帯が入ってる、うん、例が65度で木曜に作った靴ですからね。なんかあんまりお店が綺麗じゃないんで覗いてきたけど、本当実はお父さん大変な人なんじゃないですか。そう、大変だけ話しませんがね。そうなんでしょ。まあ、金は儲からないわけだ。緑の風を受けてローカル線は松本から新島々へ、一路山へと向かいます。新島々は上高地へのバスターミナル。風が冷たい。気持ちいい。なんかやっぱりあれですね。いいね、滝かなっていう、ね。日本アルプスの山裾は遅い春、今が新緑竹縄。こんにちは。お仕事は今日終わったんですか。はい、あのね、ええ、私は目が見えないけどね、ええ、あの奥さんを探りましてね、はい、お出かけ会とやって、医師の目当てにの方はね、いくらの人でもね、できるだけの仕事はしてくださいねって励ましてくださるわね、そうしたら自分でも心が休まるしね、うちにじっと遊んでるより。それなりに出ていきます。山で暮らすっていうのは厳しいですか。そうですね、慣れてますから厳しいと思いませんけれどね。山里に住む人はお年寄りもとっても働き者。南安住郡安住村、上高地や乗鞍岳へと向かう登山道のいわば玄関口です。でもほとんどの観光客はバスに乗ってただ通り過ぎてしまうだけ。ちょっと気になるバス停に降りてみましょう。バス停入口に書いてある字は何ていう。稲っていう字に、稲かく。本当？ちょっとひらがな振ってほしかったな。本当だよね、こういうのってルビー欲しい。こんにちは。すいません、あそこのこのバス停は何てお呼びするんですか。稲こきっていう、稲こきです。稲こき。稲こきっていうのあるんで、かくって書いてこきって読むんですか。こきって読むんです。はい。奥もお家なんですか。奥はあの風穴と言いましてね、天然の冷蔵庫なんです。冷蔵庫がお家になってるんですか。そうなんです。そうなんですか。こんな汗かいちゃうんですか。外は暖かいもんですから。じゃあよっぽど冷たいんでしょうね。ちょっと私上着着る
ちょっとこれじゃいられないよ。涼しいな、これは。寒いよ。涼しい通り越してますよ。寒いです、中は。ねえ、本当だ。石積みの間から冷たい風が出てくるんです。ここから、ええ、隙間から感じますか、これ。隙間から出てくるんです。まあ、涼しい。風穴は明治初期に作られた山里のまさに生活の知恵。これろうそくこうやって持ってくと、これもこれ出てるからこっちになびいてますけどね。これこういう風にほら、だらどっかから例えばこの辺からこういう風に出てきてるんだ。これ樽がありますね。イネコキナとね、あとみんなタクアンなんです。イネコキナっていうのはあのイネコキ独特の野沢菜と同じ系統の菜ですけどね。昔はもうたくさんイネコキナもつけたんですけどね、今はうちだけっきりつけないんです。つけないんですか。大きい樽で、これがイネコキナなんですけどね。本当に野沢菜みたいですね。野沢菜と同じなんです、見た目は。イネコキナはここへ株ができますね。その株が赤いんですけど、野沢菜は白いんです。これ全部こちらの樽なんですか。これみんなあの、ね、近所の方のでね、うちのと、それからあの郵便局の局長さんとこんのと、みんなそれぞれ前田さんってみんな違うんです。そうなん、こちらでお預かりしてんですか、これ。そうなんです。でついでにさ、ちょっと今日はあのうちのなんとか一本もらってきましょうかなんていう。だからあのたくあんはそういうことがあるんです、みんなね。うちのそういうの、うちの食べてっていうもんですから、いただいてきて食べるんです。漬物を漬けるときは隣近所の奥さんたちが集まって共同で漬けるとか、風穴は近所付き合いの場ともなっているようです。ちょっとでもちょっと苦味もあるかな。これイナコキナってのは今はあんまり作ってないんですか。いや、みんな作りますけどね、あの11月漬けてだいたいお正月から冬の間に食べちゃうんです。全国に知らしめたいでしょ。そうですね。いや、物がないと。え、物がないんです、ね、だから幻のイナコキナになっちゃう。あ、幻がつくんだ。だってイネコキとしちゃさ、これを全国区にさ、野沢菜ぐらいに。そうですね。ねえ、したいでしょ。イネコキナさえあればご飯はいくらでも食べられる、まさに山里の味。土地柄で。アルプス一周出会い旅。イネコキね、まあ呼び方は難しいですけどね、はい、あの見てるとまあ山の生活には味があるなと思いますよね。そうですね、あの風穴っていうんだって、あの明治の初期からずっとああいう天然の冷蔵庫だから、もうまさに生活の知恵で、その中でできたあのイネコキナ、食べてみたいね。そう、なんか歯触りがねこうあって良さそうですけど、やっぱり地のものですから、行かなきゃ食べられないということなんでしょうけどね。さて今回は、はい、北アルプスを歩いてみようと。まあ、北アルプスっていうと、なんかこうちょっと近づきがたいような山男の世界。前竹さんはあの海の人だから、でも山の方でもちょっともうこの年になると北アルプスなんて無理だなと思っちゃいますけど、まあ今回はね、そこをまあ巡ってみようっていうんですけど、あの観光でね上高地なんてすぐ頭に浮かびますけど、やっぱりね今回はね生活に触れてみようと。つまり山の暮らし、山の人々に会って、おそらく厳しい季節の中で暮らす人たちですから、それだけ生活の知恵もいろいろとあると思うんですけどね、そこを巡ってみたいと思います。風薫る春、北アルプスの山裾では遅い春を迎えると花々が一斉に開きます。虫がやたらここすごいですね。何これ、ほらほらほら、だって飛び交ってるの。いやちょっと来ないで、私虫よけしてこないもん。牛山さん、ほらあれだ、ミツバチですか。ほら刺されます。なんか刺されない方法ないですか。こねろこねろこねろ。お、今メモをやるから。あ、近づいちゃダメですか。来たな、今ピュンピュンピュンって。暇がないもんだ、みんな。花の香りに誘われてミツバチたちも一斉に活躍を始めます。石山さん、どこ行った。おいでっちゅうの。お願い、ここまででいいじゃないですか、ね。あー、すごい、あそこ、やんの。びっちりですね。これね、これ上手。うっ、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 うっ
パンの上から。痛かった？痛かったよ。痛いよ。まだ膝が痛い痛い痛い。あ、これこれこれ。ここが痛かった。大丈夫？なんか薬いただけますか？大丈夫？痛いですよ。しばらく腫れるまで、腫れ切るまで。腫れ切るまで。ってことなに？はい。2分くらい。それが有名な蜂の人差し。蜂の人差し。すごい。アカシアの花から集めた蜂蜜は甘いアカシアの香り。蜂蜜も花によって微妙に香りが違います。春になると丸山さんは大忙し。花から花へと巣箱を運んでいくのだそうです。蜂蜜の風ですよね。巻き起こってくる蜂蜜の風。うわー、これ蜂蜜？蜂蜜です。これも蜂たちが集めてくれた自然の恵み。リンゴの花の咲く頃は蜂に花粉の受精を頼みに来る果樹園もあるんです。ジュースごちそうしてくれるんですか？はい、どうぞ。うわ、嬉しい。レモンギュッと丸ごとですよ。なんか絞りたてのレモンに、うわあんなに入っちゃったよ。いいんですか奥さん、そんなに。大吉さん、絞りたてのレモン丸ごと、取れたての蜂蜜ね、ピュア、いただきますよ。どうしたの？甘い。甘い。だけど最初の鍛えてない違ったみたいじゃないよ。レモンの味がほとんど、奥さんがサービスってくれて、蜂蜜ばっかり入っちゃったじゃないかな。ちょっと蜂蜜、これ蜂蜜だけじゃない？レモンの味する？うん、レモンの味するじゃない、ほら相当酸っぱいよ。そら酸っぱくて甘い、ね、でも奥さんこれ甘すぎません？奥さんやだ、背中で笑ってるもん。あ、やだ、甘すぎません、ね、本当はこんな甘いの飲んでないんでしょうよ。だってちょっと埋めます。そうでしょ。これ現役ですね、いわゆるね。大正池の水面に穂高連峰が影を落とす上高地。昔は登山者たちが歩いて登りましたが、今やバスで行ける観光名所。押し寄せる観光客は年間180万人。7月8月と紅葉の10月がピークとなります。でも上高地をちょっと外れるとこんなひなびた温泉があります。あ、男子も入ってるんですか？うん、どうです？いいよいい。ねえ、緑があって。本当だね。一軒宿の温泉、緑に包まれた露天風呂、山のぬくもりが体の芯まで伝わります。ねえ、そこは上高地だし、ねえ、山の向こうが、これ高地と温泉ってのもいいね、露天風呂も、ね、下ほら、水が流れてて、の音がして、新緑の北アルプス一周の旅は信州寺から飛騨寺へ。その国境は標高2219メートル、阿房峠の頂上。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。こう来て、あ、茶店がありますよ、ね、峠の茶屋だ。ちょっと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 、すごい、わー、綺麗だな。行く手にそびえるのは乗鞍岳、標高3026メートル。土がすごい、また全然形が違って。そして後ろには穂高連峰、標高3190メートル。山の頂に残る雪が山里の冬の暮らしの厳しさを忍ばせます。冬が過ぎ春が来ると山は恵みの季節。アルプス一周の旅はそんな人と山との出会い旅です。日本のふるさとを探してアルプス一周出会い